テサラクトは様々なオペレーティングシステム上で動作する光学式文字認識エンジン。名称のテサラクトとは四次元超立方体の意である。アパッチライセンスの下でリリースされたフリーソフトウェアである。文字認識を行うライブラリーとそれを用いたコマンドラインインターフェースを持つ。もともとは1980年代にプロプライエタリーソフトウェアとして ヒューレット・パッカードが開発していたが、2005年にオープンソースとしてリリースされ、開発は2006年から Google が講演している。2006年、テサラクトは当時入手可能な最も正確なオープンソース、OCR エンジンの一つとみなされた。テサラクトエンジンは、1985年から1994年にかけて英国ブリストルとコロラド州グリーリーにある。 ヒューレットパッカードラボで、プロプライエタリソフトウェアとして開発されていた。1996年に、さらに変更が加えられて Windows へ移植され、1998年に C から C に移行した。コードの多くは C で記述されており、部分的に C で記述されている。それ以来、すべてのコードは少なくとも、 C コンパイラでコンパイルするように変換されている。次の10年間はほとんど変更がなかった。その後、2005年にヒューレット・パッカードとネバダ大学ラスベガス校によってオープンソースとしてリリースされた。テサラクトの開発は2006年から Google ググが講演している。テサラクトは1995年の時点で文字認識精度が良い上位3つの OCR エンジンのうちの一つだった。テサラクトは Linux、Windows、MacOS 10で利用できるが、開発リソースの制限により、Windows と Ubuntu の開発者によってのみ厳格なテストが行われている。バージョン2までのテサラクトは、単純な一列のテキストの TIFF 画像のみの入力が可能だった。初期のバージョンには、レイアウト分析が含まれていなかったため、 複数列のテキスト、画像、数式を入力すると、文字分けした出力が生成された。バージョン3.00以降、テサラクトは出力テキストのフォーマット、フォーカー位置情報、ページレイアウト分析に対応した。また、レプタニカライブラリーの使用により、いくつかの新しい画像形式に対応した。テサラクトでは、テキストが等幅かプロポーショナルかを検出することができる。 テサラクトの初期バージョンは英語のテキストしか認識できなかった。テサラクト V にはさらに6つの西洋言語を追加した。バージョン3は表意文字と右から左に書く言語、及びその他の多くの言語に対応した。新しい言語にはアラビア語、ブルガリア語、カタロニア語、中国語、クロアチア語、チェコ語、デンマーク語、ドイツ語、ギリシャ語、フィンランド語、 ヘブライ語、ヒンディー語、ハンガリー語、インドネシア語、日本語、韓国語、ラトビア語、リトアニア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、セルビア語、スロバキア語、スロベニア語、スウェーデン語、タガログ語、タミル語、タイ語、トルコ語、ウクライナ語、ベトナム語が含まれる。年月にリリースされた v では、 39の言語と、スクリプトの組み合わせが追加され、サポート言語の総数が100を超えた。含まれる新しい言語コードは、以下の通り、ブ、アザム、アゼ、セルル、バド、BOS、セブ、シム、ディーツヨ、FAS、グル、グギ、ハット、イク、ジャブ、カット、カットオールド、カズ、KHAM、キール、カー、ラオ、ラット、マール、ミア、ネップ、オリ、 ン、パス、サン、シン、srp、ラッテン、シア、tgk、ティル、イーグ、です、スブ、スブ、セルル、ユット。さらに、テサラクトは、他の言語でも動作するようにトレーニングできる。テサラクトは、アラビア語やヘブライ語などの右から左に書く言語、多くのインド系文字、および、中国語、日本語、朝鮮語を非常にうまく処理できる。認識精度は、 サントリーニでの DAZ 2016における、レイスミスのテサラクトチュートリアルのプレゼンテーションで示されている。テサラクトはバックエンドでの使用に適しており、オクロパスなどのフロントエンドを使用することで、レイアウト分析などのより複雑な OCR タスクに使用できる。入力する画像が OCR 用に全処理されていない場合、テサラクトの出力の品質は非常に低くなる。 画像はテキストの X ハイトが少なくとも20ピクセルになるように拡大する必要があり、回転と傾きを修正しないとテキストが全く認識されない。明るさの低頻度の変化をハイパスフィルター処理する必要がある。テサラクトのに地下段階でページの大部分が破壊され、暗い境界線を手動で削除する必要がある。そうしないと文字が誤って認識されてしまう。 バージョン4では、バージョン4.0からは、従来の認識エンジンに加え LSTM ベースのニューラルネットワークによる OCR エンジンと、多くの追加言語及びスクリプト用のモデルが追加され、対応言語は合計で116個とごとなった。さらに、37個とごのスクリプトがサポートされているため、言語が記述されているスクリプトを使用して、言語を認識することができる。 オクフィーダーのテサラクト設定ウィンドウテサラクトは、コマンドラインインターフェースから実行する。テサラクトには GUI が付属していないが、GUI を提供するプロジェクトが多数ある。一般的な例の一つはオクフィーダーである。2007年7月のテサラクトについての記事では、Linux ジャーナルのアンソニー K は、優れた仕事をする風変わりなコマンドラインツールと述べている。当時、 彼は、テサラクトは、必要最低限の OCR エンジンだ。ビルドプロセスは、少し風変わりで、エンジンにはいくつかの追加機能が必要だが、中核機能である。テキスト認識は、私がオープンソースコミュニティで試した他のどの機能よりも、大幅に優れている。スキャナーとギンプや、ネトブームなどの画像ツールを使用するだけで、簡単に優れた認識率を得ることができる。と述べた。 ありがとうございます。